今日は11月の7日です。小さな自然、秋が深まりつつある様子です。下の池、メダカ、日だまり、水面の日だまりで泳いでます。まだ元気ですね。ちょっと脅かすと動きましたね。はい、小さな自然の様子も、だいぶ秋の深まりの様子になっています。はい、どんぐり、クヌギのどんぐりがたくさん落ちてます。はい、柿も鈴なり、ますます熟し色。カラスかスズメに狙われそうなんで、赤いテープ、キラキラテープが貼ってあります。下の池の水辺、はい、スワブキ、綺麗ですね。はい、二の田、そろそろ来週は秋の田起こし、疲労の準備をしてます。牛糞、鶏糞、油かす、来年のお米作りに備えて肥料をまきます。黒豆、だん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 、葉っぱが枯れてますが、これで黒豆に中身が変わっていきます。はい、一の田の肥料も準備をしてます。はい、上の池、水蓮はもう咲くの、ここも枝がたくさん泳いでますね。見えますか。はい、まあすっかり秋らしくなった、小さな自然の様子です。まだ周辺のクヌギの落葉が始まってません。この間も、紅葉がちょっと遅いようです。風が紅葉してますね。はい、ちょっと紅葉は見られますが、まだ秋の深まり序の口かもわかりません。